ご視聴ありがとうございます。本日は、まだ七分咲きでありますが、大阪城公園の桜の様子を見ていただきます。よろしくお願いいたします。大阪城公園は、園内に約3000本の桜を擁する関西屈指の桜の名所、であります。中でも、西の丸庭園、にはソメイヨシノを中心に約300本の桜が植えられております。また、大阪府の桜の標準木、も西の丸庭園の中に設置されており、この木の咲き具合で大阪府の桜の開花宣言が行われます。なるほどな。わかったぜ。青山門を抜けた際の大阪城です。左側には、梅林もあるな。ここから内堀を歩いて、極楽橋に到着。極楽橋を歩いて、山里丸へ。天守閣へ向かう際に、とても大きくて綺麗なソメイヨシノがありました。逆光でごめんなさい、ですが迫力ある天守閣が見えてきました。西の丸のソメイヨシノだね。標準木もあそこら辺にあります。西の丸の桜と、大阪市内のビル群だな。来週まだ桜が残っていたならば、西の丸に行ってみたいね。そこから、同じように道で記念樹の森の方に戻ってきました。今回は、さすがにお弁当など広げての花見客はいなかったですが、たくさんの方々が散歩がてら見に来ているのが、良かったです。そうだよな。みんなマスクしてルールを守ってみていたな。新しい花見のスタイルかな、これはこれで好きかな、です。そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。ここまでのご視聴ありがとうございました。